オズワルドのお二人こんばんは。ニューラジオいつも楽しく聞かせてもらってます。はい。私には片思いの彼がいます、このコロナの自粛期間前に告白をしたのですが、仕事の関係で今後海外に行くから今は彼女を作るつもりはないと振られてしまいました。人としても尊敬できる方なので、これからも友達として仲良くしたいと思うのですが、それで気持ちの整理ができるのだろうかと不安です。きっぱりと友達の関係も断ち切った方が良いのでしょうか。ね、伊藤さん、畑中さん、ぜひアドバイスお願いします。うわー、なるほど。まあ、ここは恋愛マスターの2人にやっぱり、ね、もうほぼ童貞だからな、俺たちなんてなってもはい、来られました。ってます。はい、木之助さん、こんばんは。こんばんは。なるほど、お話伺いました、お手紙で。はい、ドラマみたいな、ね、はい、めちゃめちゃ落ち込んでますね、今現在。はい、なるほど。木野さん、おいくつですか？28です。28。ああ、その男性はいくつだったんですか？同い年です。あ、同い年で。なるほど。これすごいな。大、これは友達に、うん、ってそのもうそっちの付き合うとかはもう諦めてる感じで、諦めてるっていうか、なんですかね。はい、諦めてる。あ、なるほど。そこは無理、はい、無理して、なんとかその人とっていうことではないってことですね。うん、うん、どうしていいかわからない感じです。なるほど。せめて友達に戻りたいと。はい。まあ、戻ったはいいのか、それも、そうですね。住むために、もう、友達としての関係もなくしちゃった方がいいのかってことですね。はい、これって、多分、男の目線から言ったら、え、友達でもなくなるのっていうショックがある気するんですよね。その、あんまりその、昔好きだった人とか、そういう人、まあ、好きだったこともいい思い出じゃないですか。なんかその一切連絡取れないとか、取るのもやめたとか、 LINE もブロックしましたとかって、なんかちょっと、あ、なんか寂しい感じがするんですけど、これは男の感覚、男の感覚だよね。そう、男は絶対、うん、だ、連絡先消したりとかってしないじゃん、多分男、うん、しない。男はっていうとまた語弊があるけど、うん、なるほどね。いやー、でも、なんだろうね。でも、海外に行くんですよね、その彼の。行くんですけど、うん、なんだかコロナの影響で、あ、まだこっちにいるんですね。ちょっと、かなり先に伸びてるような話がちらっと聞きました。それ、そうか。でも、まあ、この向こうから連絡が来たりするんですか？そうですね。お互いに連絡は。まだ。ああ、それ、向こうのあれもわからないね。向こうは別に、友達としてはずっと仲良くやっていくつもりなんですよね、そこは。きっと、多分連絡は、まあ、お互いにするので。はい、うん。うん、いや、もう、どうなんだろうな、なんか。これ、なんか、もう、次の、恋のために、まあ、やりきってっては、なんか、言えないというか。なんかさ、その、だから、結局、絶縁する必要はないかなと思うんですけど、うん、そうそうそう。距離を置くってありじゃないかなと思います。別に恋愛対象としては全く見ずに、うん、その、またいい出会いがあったら、そっちに行けばいいです、うん。いいと思いますけど、その、今のその人を、連絡もしなくなるとか、連絡来ても返さない、とかする必要はないような気するんですけどね。それは多分俺らが、その、そこまで恋愛について詳しくないんで、そっちの方がいいと思うけど。うん、あとは、うん、でももう上塗りするしかないもんな、次に進むってなったら。うん。昔、好きだったキャバ嬢に振られた時とかはもう、うん、俺はでも会いたくはなかったの、確かに、その時は。あったら気持ちが戻ってしまいそうってこと？
戻ってしまいそうってなるもん、やっぱり。なるほど。職場が一緒。あ、違います。職場違う。違います。ああ、だったらなおさら別にね、距離置くぐらいだったら、うん、ただ連絡来るんですもんね。たまに。はい。なるほどね。なるほど。連絡来るのが、ああ、だから向こうも、どういうつもりなんだろうな、本当に。ね。まあ、向こうの時ももしかしたらか、もうタイミング的に、はい、今はまあ、その向こうは付き合うことはないと言ってますけど、その、もしかしたらその、今後どっかのタイミングで、海外から戻ってきた時とかに、また連絡して、お互い、向こうもなんかすごい連絡してるうちにいい感じになって、篠の輔さんもその時のことを思い出して、また好きになってとかでうまくいくこともあるじゃないですか。その時にお互いのタイミングが合えばですけど、篠の輔さんも彼しかいなくて。まあ、そんなにも割り切れる、割り切れるもんでもないんだよな、今言われて、それを。なるほど。もしかしたら、連絡はもうしない方がいい。もうきっぱり忘れて、くれって言われる方が楽なのかもしれないですね。篠介さん的には。はい。はい。うん。うん、そうなんですよね。こんな、なんか、その、あれですね、篠介さん。篠介さんとか言ってるし。篠介さん。お助け篠介じゃない。あの、そうね、なんだろうな、難しい、難しくはないのか、でも、別に。でも連絡取ったらね、好きになっちゃうもんね、ずっとその間ね。はい。なんかこう、そのまんまの温度で飛び込んできましたね、このニューラジオに。すいません、なんか若い子の後にすいません。直前ですか？そうですね。直後にやってきた感じが、でもまあ、リアル、これが。うん。でも連絡取ってたらやっぱ好きになっちゃうよ。来たらなんか、あれって思っちゃうもん、ちょっと。これ俺だけかもしれないけど、もしかしたら。連絡これ、普通に来るってことは、これ、いけんじゃねえか、もしかしてってちょっとでもやっぱ思っちゃうね、多分。うん。心情的になんか捨てきれないもんね、やっぱ連絡取ってる時って。まあね、でも捨てる必要もない気もしますしね。だから捨てるっていうか、なんかもうちょい、なんだろう、時間経ってから仲良く、そう、勝手に自然に、うん、もう別の人とかに気持ちがいくかもしれないですし、行った時にね、向こうから来た時に遅い遅い今更っていうふうに言えないしね、うん、まあこれは結論は出たんですか？篠介さん、はいはい、答えは何ですかね、はい、答えはだからまあ俺はなんかちょっと時間多くというか、今はそこまであんまり関わらないようにするから、俺だったらって思いますね。うん。うん。別にその絶縁するとかじゃなくて。うん。けど、むしろもう一回仲良くなるために、友達に戻るためにっていう、ね、うん。そう、友達に戻ることはね、全然いいと思うんで。うん。全く縁を切る必要はないと思うんで、うん、でもしその物理的に、物理的にその連絡今来たらじゃあどうすればいいんだみたいなことでしょ、なんか、はい、そんな感じですか？そうですね。そうですよね、うん、だからそこをどうしたらいいんだよ、オズワルドってことですよね。はい。でそれは、ね、なんて返したらいいかだよね、それも。
もう私新たに振られて次の恋を始めたいの。だから今は私に連絡してこないで。私の気持ち分かってよ。さよなら。うんこ、うんこ脚本。で、お願いします。はい、メモります。はい、メモ。でもね、内容的には、ね、それが言えたら一番、まあ、手っ取り早い。そうそう、その本当の気持ちはでもそうじゃないですか。その連絡されたら困りますよと、こっちとしても。あんた振ったんでしょとよ。そうです、うん。じゃあそれは伝えた方がいいんじゃないですか、その気持ちは。うん。うん、嫌いっていうか、その友達になりたいから、今は、うん、そう。連絡取りたくないみたいな。それでも、うん、向こうがガシガシ連絡してくるようだったら、もしかしたらそれ脈あんのかもしれないですしね。なんかその、うん、そう言われて、やっぱ離れられて初めて気づくというか、うんね、だこっちは最後の一言それその気持ちだけ添えて返して、うん、そっからはちょっとしばらくちょっと返さないで置いときましょ う, そうで気持ちの整理がついたらまた飲み行ったりしようねっていう感じで、うん、一旦ね冷静になって落ち着く時に、うん、これどうですか秋野塚さん。あ、なんかはいはい正直に言ってほしいんですけども。ちょっと納得いってないなとか。あの、点数を、この、オズワルドに恋愛相談をしました。まあ、答えが返ってきましたっていうのをこう今聞いた上で、うん、僕らにこの恋愛相談のその点数をつける人はこれ何点ですか、うん、もう正直に言ってくれて構わないんだけど、何点ですか点数。はい。40点ぐらいですね。